こんにちは、プロゴルファーの坂井の音です。前回、指先と指先をくっつけて捻転がどのぐらいできてるかっていうのを確認してもらったと思うんですけども、今回はですね、その捻転を作るトップにするためにはどうするかという体の使い方を説明していきたいと思います。前回、右手を広げて左手をくっつけるような動きをしてもらったと思うんですけども、意外とこの左手が右手にこう届かない方がいらっしゃったと思うんですね。これはなぜかというと、この右肩が引くという動きができてないので、左腕が届かない状態になってしまっているんですね。なので、この右肩を引くという動きを意識できるようなエクササイズを今からやっていきたいと思います。ではですね、胸の前で前習いをした状態で構えてみましょう。この前習いした状態で、まず左手をそのまま前に出して右肩を後ろに引いてみましょう。こういう形になります。これを逆も同じようにそのままやっていきます。これを交互に、最初はゆっくりでいいですから動かしていきましょう。ここで必ず意識してほしいのは、肘が引くときに曲がるんではなくて、できるだけこの肩甲骨ですね、肩甲骨を後ろに引く、後ろに引くという動きを意識してみてください。で、この動きに慣れてきたら、だんだんスピードを上げてきて、この引くという動きを意識しながら、だんだん速く動かしていきます。一見簡単そうに見えるんですけども、この引くっていう動きは慣れないと意外と難しい動きになってきますので、この引く動きができることによって上げてくるときも、このフォローを出すときも、この肩を後ろに引くという動きができてきますので、これを早くできるようにするためには、できるだけここもスムーズに早く動かせるようになってみましょう。今やったエクササイズのもとに、次回はクラブを持って実際のトップを作っていきます。それまで皆さん、今までやったこの前習いの動きですね、この肩甲骨の動きを毎日続けてみてください。それでは次回お楽しみに。